ようこそスバル王国の皆様。ゆっくり霊夢ちゃんと。スバルが大好きなゆっくりマリサだぜ。ズバリ、スバルといえばなんだ？霊夢。唐突なクエスチョン。そりゃあ、スバルといえば水平対抗エンジン 2AWD でしょ。まあ昔までのスバルだとそうだよな。何その言い方。今じゃそうじゃないみたいな言い方じゃない。もちろん、今言ったのもスバルの魅力だが、今は違うんじゃないかと思ってる。じゃあ何よ。教えなさい。てなわけで今回、進化、スバルといえば〇〇だよな。走りを超えた先に、ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。さて、皆さんは今のスバルといえば何だと思いますか？さっき言ったもの以外に何があるってのよ。まあ、これはうぷ主の勝手な考えだからそのつもりで、聞いてほしいが、ベースになるのは走りの良さ。そして、今のスバルはその先の安全性がスバルを代表するものだと思ってる。言われてみれば確かに、スバルといえば、アイサイトをはじめとした安全性よね。そして今回の本題なんだが、どうしてスバルが走りの良さを追求するか、そしてそれがどう安全性につながっているのかを話していこうと思う。確かに、今のスバルは安全性よね。そしたらもっと詳しく教えなさい。スバルは走りを極めれば安全になるって考えがあるんだ。つまり、走る、曲がる、止まるの基本性能を磨くことで、どんな、天候や路面でも安心して運転できる車を作りたいんだぜ。へえ、なんとなく言ってることはわかるのだけど、それってどういうことなの？それはだな、スバルが開催したテックツアーという、イベントで、その取り組みが紹介されているんだ。例えば、運転者が長距離運転でも疲れにくいような車を、開発することで、安全性も向上させているんだぜ。へえ、そんなイベントやってたのね。その発想は確かにすごいと思うけど、どうやって実現しているの？まず、人間の感じる乗り心地のメカニズムを医学的なアプローチで、解明して、頭部の横揺れの低減や音の収束性の向上を実現しているんだ。それに、スバルは独自の取り組みとして、SDA スバルドライビングアカデミーで人材育成にも力を入れているんだぜ。うん、ちょっと何言ってるかわからない W。そもそも、ドライビングアカデミーって、何をするところなのよ？SDA では、運転スキルと評価能力を高める目的で訓練を行っているんだ。実はスバルにはテストドライバーって職種はなくて、エンジニアがその役目を兼ねて車を評価しているんだぜ。なるほど、それは知らなかったわ。それでテストって、どんなことを試しているのかしら？さっき話したテックツアーで紹介されたのは、例えばジュンベグのソルテラで、AWD 前輪駆動で走破性と動的質感を確認する実験だったようだ。前後にモーターを独立して搭載することで、最適な駆動力を配分できるんだ。砂利路面の急半でも発進性に優れていて、ヒルディセント機能も体感できるんだぜ。メカニカルなことは霊夢ちゃんさっぱりだけど、モーターの力強さって、どんな風に活かされているのかしら？クロスモードという機能をオンにすると、四輪の駆動力やブレーキなどを適切に、コントロールして悪路からのスムーズな脱出をサポートしてくれるんだ。フォレスターにもついてたよな。これで、悪路走行時の安心感がより高まるぜ。確かに、それなら安全性も高まりそうね。試したのはこれだけじゃないんでしょ？他にもどんなこと試しているのよ？実際に、クロール台で対角線の前後2輪だけが設置している状況でも、しっかり前進できることが確認できたんだ。これにもクロスモードが効いているんだぜ。スバルの技術ってすごいわね。さすが AWD にこだわりを持ってるだけのことはある。試験はざっとこんなもんで終わりなのかしらね。最後の試験としては、広場のようなスペースで沿線回を試してみたんだ。ステアリングの切れ角が大きく、ホイールベースが、長い割に小回りが効くことが分かったんだぜ。また、舗装路での段差を乗り越えた後の振動の収まりが良く、オンロードでの快適性も実感できたんだ。スバルの取り組みは本当に素晴らしいわ。走りの良さが安全性につながっているって、納得できるね。そうだな。これからもスバルがどんな技術や取り組みで、安全性を向上させていくのか、楽しみだぜ。さて、ここまでで、いかにスバルが走りの良さが安全性能に結びつくかってのを、分かってくれてると思うが、さらに運転の快適性も探求している話をする。走りの良さ、安全性ときて運転の快適性までいくのね。それ全部含めて最終的に安全性になるのかしらね。そうかもしれんな。そしてこれから話す内容は、知ってる人も多くいると思うが、新開発の疲れにくいシートの話だ。霊夢ちゃん、そんな新開発のシート知らんわよ。これは新型クロストレックから採用されたもので、なんとシート本体は、大学医学部と、共同研究することで医学的知見を取り入れ、人体の構造からアプローチした設計なんだ。そこまでこだわって快適性を。やるわね、スバル。上半身の土台となる骨盤を支えることができ、車体の揺れが頭部へと伝わることを抑制。
シートそのものの揺れを抑え、快適な乗り心地を実現しているそうだぜ。ぜひ、一度体験してみたいものね。話は少し外れちゃったが、XV と新型クロストレックを、1.7km の商品性評価炉で比較してみたらしいな。この道は一般道やワインディングロードを模しているんだ。40km/h から 80km/h で走るだけでも、違いがわかるって聞いたことあるわ。本当にシートの違いなんてわかったのかしら？違いはちゃんと出たみたいだな。実際に走ってみると、新型クロストレックは走り出しから車速のコントロールが、しやすくて、路面の継ぎ目や凹凸にもフラットな乗り心地をキープしてくれるんだ。何それ最高じゃない。ってことは、ソーダの感じもいいんじゃないかしら。どうやらステアリングフィールがしっかりしてて、オート遅れも小さく、走りに一体感があるっぽいな。それに、新しいシートは取り付け剛性や身体保持が改善されていて、頭部の揺れも抑制されてるから、長距離でも疲れにくいんだ。体験してないから何とも言えないけど、もう他のシートには戻れなくなりそう。また、抗原水マスチック剤の追加で、ルーフ共振現象の収束性が改善されたな。それで静粛性も向上して、乗り心地も随分良くなったんだぜ。走り以外のところも進化してるスバル、マジ最高。ちょっとしたところだと、XV よりも、新型クロストレックの方が雨音が静かだったりするんだって。そんなところまで違ったりするのね。他には何か試験したりしたのかしら？高速周回路での試乗もあったようだな。インストラクターが運転する車に同乗してみたんだけど、すごく安定してて、240km/h からのブレーキングでもステアリングがブレないらしいぞ。それに、横風の影響やトラックが近くを通る時の、影響も再現して試験しているらしいんだ。ほんと、いろいろな道を想定して試験を行ってるのね。頭が下がる思いよ。総合路でも試験をしており、そこでは定常的な測定や、極低速での乗り心地も確認してるんだぜ。スバルグローバルプラットフォームの開発でも、細かいところを、煮詰める時にここでテストを実施しているらしいんだ。それに、スーパー耐久シリーズに参戦しているんだってね。どんな成果があったの？そうなんだぜ。モータースポーツに興味がなかったメンバーも、現場に行くと、最初は右も左もわからない感じだったところ、しばらくすると、目の輝きが変わるというエピソードなんかもあるぜ。スバルの車作りの背景には人が大事だっていうのが印象的ね。そうだな。人中心の車両開発を支えるのも人だから、実車の完成度が高まることは走行安全にも役立ってるんだぜ。いつかスバルが目指す死亡交通事故ゼロが実現できるといいわね。私もその日を願ってやまないぜ。それで最後になるが、この内容についてのネット民の反応を見て終わりにしたいと思う。現在、XV に乗ってます。走りの良さってのは個人的に、の部分があるが、見切りの良さはかなりなもの。フロントノーズの長い車種だけど、前の視界はすごくいい。以前ゴルフに乗っていたので、さすがに足回りとか静粛性は、見劣りするのは事実だが、不満かといえばそんなことはない。何より CVT の出来の良さには感心する。他車の CVT に乗った時は何これ感だったので、この部分の良さだけでも、すごく気に入ってる。あとは、燃費が。スバル良いですよ。アイサイトの安全性は誰もが認めるように群を抜いてますが、構造的な見切りの良さ、アクセルとブレーキの味付け、そして車を狩るという基本的な楽しさがあります。アイサイトが売れ出してから各社一斉に似たようなシステムを搭載し始めた。それも研究開発に時間がかかったわけでもなくすぐにだ。結局交通事故を自動車メーカーは真剣に減らすことを考えてこなかったのだろうな。 XV クロストレックですが楽ですね。とにかく楽ちん。ハンドル取られることないし静かだしコーナーの視認性もいい。四駆でクルーズあるとどこまでも楽に行けます。馬力もトルクも気にしません。150、20で十分。安全性に燃費性能がついていれば最強なのですが、スバルには日本のボルボみたいなメーカーでいてほしい。スバルは良くも悪くもステアリングでしっかり情報を与えてくれる車だと思いますよ。晴れた日と雨の日でハンドルから伝わる怖さが明らかに変わりますので無理しようと思わないですし、雪道ではそのおかげで自分のコントロールできる範囲で安全に走れます。ある程度以上の走りを求めるならフレキシブルタワーバーやエアロなどはちょっと欲しくはなりますが、そこまで求める人がいないのでその分コストを落としてオプションにしている感じはします。そもそも300万円で購入できる 4WD の輸入車というものがほとんどないですから、輸入車良いと言われてもコスパで比較対象がないので、輸入車信者の方はまずは価格から考えてほしいです。スバルのあの値段であのボディは素直にすごいと思うわ。雪道、高速で本領発揮してくれるスバル。あとは燃費と価格がいいということなし。フォレスタースポーツ乗ってますが、燃費以外は全く不満はありません。みんな絶賛してるくせに、最後燃費のことだけネックと言ってて草。安全性能、走る楽しみ、そしてボディ剛性等を考えると、
燃費を犠牲にしてもお釣りが来ると私は思うけどな。以上、お付き合いいただきありがとうございますだぜ。また、今回の動画の件についても皆さんの思いのコメントお待ちしております。ついでに動画が面白かったら高評価を、チャンネル登録はお任せします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。